クアラセランゴール自然公園とは、マレーシアのセランゴール州にある、レジャー公園である。マレーシアの首都クアラルンプールから約 60km 北に、一市、マングローブ林、二次林、人口の寄水湖からなる。クアラセランゴール自然公園は、セランゴール州のクアラセランゴール町付近に流れる、セランゴール川の南側に位置する。公園の北の境界線は、 セランゴール側の河口であり、西の境界線はマラッカ海峡に面している。また、西側境界線はクアラセランゴールの旧市街と、南側境界線は新市街と隣接している。公園中央に位置するキスイコ公園は、沿岸のマングローブ林、ニジハヤシ、キスイコの合計240ヘクタールの領域と、干潟を含んでおり、様々な動植物の保護区域となっている。 園内には150種類以上の在来鳥、渡り鳥の他哺乳動物、昆虫類、軟体動物、甲殻類、魚類、爬虫類や両生類などが生息している。13種類のマングローブが生息し、公園の敷地であるマングローブ林の陸側の部分には、ヒルギ族と八重山ルギ族が混成している。東公園においてマングローブ林が占める面積は、 約3分の1と小さいものの最も重要なエコシステムであり、甲殻類、鳥類をはじめとして多様な生物の生息場所となっている。マングローブ林が消滅してしまった後に生成した森林であり、東高園の約3分の2を占めている。成熟したマングローブがいくつか生息しているものの、この虹林でのマングローブの生息は極めて困難であり、現在は、 一時区族や柿鉢ャの木、ツタ類、マングローブシダなどの植物が大部分を占めている。およそ10ヘクタールの人口のキスイコは、多様な鳥の生息地となっており、特に水鳥と賞金類を観察することができる。3から6月は、巣作りの時期であり、バードウォッチングに最も適している。また、キスイコ周辺では、カワウソやオオトカゲ、数種類のカニ、 ハゼなどを見ることができる。奇水湖の水はセランゴール側から水門を通して得ており、潮の緩満によって水位が変わる。クアラセランゴールには1940年代までマングローブの原生林が広がっていたが、1965年から1970年代にかけて潮田として利用するため土地の開墾が行われた。さらに、1986年にもヨットの停泊場。 エビの養殖場、ゴルフ場を建設するための開墾が開始された。河川の浚渫工事により、広範囲のマングローブ林が伐採され、その後に現在の虹林が形成された。こうした森林伐採の動きから、マレーシア自然協会とアジア出地局がセランゴール州政府に陳情活動を行い、政府は1987年9月27日、地域一帯を クアラセランゴール自然公園として設立した。公園のロゴマークには絶滅の危機に瀕しているシルバーアルトンが採用された。以後、公園の運営は、州政府との協力協定の下で、マレーシア自然協会によって行われ、マレーシアでは NGO によって運営される初の公園となった。1997年、クアラセランゴール自然公園は、 環境保全とエコツーリズムのための自然保護区として承認され、バードライフインターナショナルが実施している重要野鳥生息地プログラムに登録された。虹林の中を進む散策路2019年4月現在、公園内をめぐる散策コースには、虹林を横切る、メイントレールと木水口を一周する、バンドトレール、マングローブ林の中を進む、マングローブ遊歩道のコースがある。 徒歩による所要時間はそれぞれ約15分、75分、55分である。翡翠湖周辺には観察塔が2つあり、公園一帯を見渡し鳥類などを観察することができる。また、休憩用のあずまやも園内に数箇所設置されている。営業時間は午前9時から午後6時まで。祝祭日を含む週7日営業。入園チケットやグッズの販売及び、 公園の利用案内、宿泊予約の受付等を行っている。入場料は大人1人 4RM、子供1人 1RM、幼児1人無料、シニア1人 2RM マレーシア自然協会員1人 2RM。利用申請により、公園内の施設に宿泊できる。各施設の種類とそれぞれの収容可能人数は、三角語や、コテージ、ドミトリー、ホステル。 事前予約によりキャンプ場も利用可能である。この図書館は2017年のワールドウェットランズデイに伴い地域政府の協力のもとクアラセランゴール自然公園の元チケットカウンターをリノベーションして設立された。マングローブやそれに伴うエコシステム、マレーシアや東南アジアの自然環境についての書籍や貴重な資料が集められており、 リラックスしながらそれらの資料を読むことができる。共用トイレシャワールーム、セミナー開催等の多目的ホール、ムスリム用儀糖質等。マングローブ植林のための用内バクワラ、セランゴール自然公園では、環境教育プログラムを開催している。ガイドツアー、野鳥観察、マングローブ植林、森林のナイトウォークネーチャークラフト、紙のリサイクル体験などの屋内外のアクティビティがある。 クアラルンプールからバスを利用。約2時間でクアラセランゴールの新バスターミナルに到着する。そこから自然公園前までタクシーを利用するかバスを乗り換えて旧市街のバス停で降車。村脇の丘に向かう坂道の左側の脇道を進み、徒歩約5分で到着する。マレーシア自然協会。ありがとうございます。